山口智之です。パワーショット V10 が届きますので軽くテストをしてみたいと思います。はい、今日はこういう感じで、テストをしようと思ってます。まあ、比較があった方がいいかなと思ったので横に、GoPro Hero 11も、つけております。一緒に撮ろうと思ってます。で、真ん中に見えているのが、小さなレコーダーですね。でそれに、サラモニックのマイクをつけています。まあ、距離的なところでどれぐらい、音の取れ方が変わってくるかっていうのもちょっと比較しようかなと思ってます。はい、まず手ブレ補正切って歩いております。まあ、そんなにこう激しくは歩いてませんけども注意して歩いてる感じでもないですね。で設定は全然、設定はだいたい自動にしてます。変えたのは間違ってなかったら、V10 の方は、ISO 感度の上限を、1600で GoPro Hero 11の方は、800にしていたと思います。あとは、大体自動だったと思います。手ブレ補正を切りです。手ブレ補正切りで歩いてます。まあ、真正面から撮ることでなかなかないと思うんですけども、比較のために真正面に構えています。軽いんですけどこう手をまっすぐ前に向けたまま歩くのって結構大変ですね。はい、手ブレ補正を入れてみました。どんな感じでしょうか。若干クロップされてると思いますけどね。手ブレ補正の切り替えのボタンを、まあ、他の方も結構されてると思いますけど背面の右上のボタンに割り当てるんですけど録画中に切り替えられないんですよね。これがね、録画中に切り替えられるといいなっていうふうに思うんですけど、あと、口から15センチ、20センチぐらいのところに今構えている状態ですけども、声の入り方どうでしょうかね。で今日は風が弱いので大丈夫だと思いますけど、今日は一旦ウィンドスクリーンはつけてません。一応準備はしてるんですけども今日はつけてません。あと、口から15センチ20センチぐらいのところに今構えている状態ですけども声の入り方どうでしょうかね。で今日は風が弱いので大丈夫だと思いますけど今日は一旦ウィンドスクリーンはつけてません。一応準備はしてるんですけども今日はつけてません。あと、口から15センチ20センチぐらいのところに今構えている状態ですけども声の入り方どうでしょうかね。で今日は風が弱いので大丈夫だと思いますけど今日は一旦ウィンドスクリーンはつけてません。一応準備はしてるんですけども今日はつけてません。あと、口から15センチ20センチぐらいのところに今構えている状態ですけども声の入り方どうでしょうかね。で今日は風が弱いので大丈夫だと思いますけど今日は一旦ウィンドスクリーンはつけてません。一応準備はしてるんですけども今日はつけてません。はい、手ブレ補正を入れて撮影をしています。声の入り方今日テストしようかなと思っているのは、映り方もそうですし、手ブレ補正の感じ、それから声の入り方で、それと
あとバッテリーの減り方がどんな感じで減っていくのかとかですね、その辺ちょっと見ておきたいなというふうに思ってます。あとまあ多分今日撮るぐらいだと熱でこう停止するっていう話もあるんですけど、まあ、今日撮る分ぐらいだと多分それは検証できないと思いますけども、一応まあ触った感じどんな感じになるかというのはちょっと気にしておきたいなというふうには思ってます。それから、声の入り方でするとあとバッテリーの減り方がどんな感じで減っていくのかとかですね、その辺ちょっと見ておきたいなというふうに思ってます。あとまあ多分今日撮るぐらいだと熱でこう停止するっていう話もあるんですけど、まあ、今日撮る分ぐらいだと多分それは検証できないと思いますけども、一応まあ触った感じどんな感じになるかっていうのはちょっと気にしておきたいなというふうには思ってます。それから、声の入り方でするとあとバッテリーの減り方がどんな感じで減っていくのかとかですね、その辺ちょっと見ておきたいなというふうに思ってます。あとまあ多分今日撮るぐらいだと熱でこう停止するっていう話もあるんですけど、まあ、今日撮る分ぐらいだと多分それは検証できないと思いますけども、一応まあ触った感じどんな感じになるかっていうのはちょっと気にしておきたいなというふうには思ってます。それから声の入り方でそれとあとバッテリーの減り方がどんな感じで減っていくのかとかですね、その辺ちょっと見ておきたいなというふうに思ってます。あとまあ多分今日撮るぐらいだと熱でこう停止するっていう話もあるんですけど、まあ、今日撮る分ぐらいだと多分それは検証できないと思いますけども、一応まあ触った感じどんな感じになるかというのはちょっと気にしておきたいなというふうには思ってます。だから声の入り方でそれとあとバッテリーの減り方がどんな感じで減っていくのかとかですね、その辺ちょっと見ておきたいなというふうに思ってます。あとまあ多分今日撮るぐらいだと熱でこう停止するっていう話もあるんですけど、まあ、今日撮る分ぐらいだと多分それは検証できないと思いますけども、一応まあ触った感じどんな感じになるかというのはちょっと気にしておきたいなというふうには思ってます。はい、手ブレ補正を強にしました。だいぶ画角が狭くなると思いますけども、いかがでしょうか。まあ、自撮りの時はなしとか弱い手ブレ補正にして、でこう外向きに一人称視点とかで撮るときは強で撮ったらいいかなっていう感じの話が多いですよね。まあ多分GoPro の方は全然ブレてないと思いますけども、どんな感じでしょうかね。まあ、相変わらず今カメラの位置は口から15センチから20センチぐらい前に構えてます。音の入り方とかどうなんでしょうね。楽しみですね。はい、今手ブレ補正強で自撮りをしています。なんかさっきからあれですね、モニターで見てる限りはすごくこう色が綺麗だなっていう感じはしています。美肌モードとかは今入れてない状態ですけども、美肌モードもあるんですよね。今10メーターぐらい前に年配のご夫婦が歩かれてるんですけども、たまに耳に声は届くんですけど、どうなんでしょうね、入ってるんでしょうかね。あと鳥の声がすごい聞こえます。
ちょっと降りてみようかな。今さっきの録画を始めてからもうすぐ6分っていう感じなんですけど、温度計の今マークが出ましたね。どうなんでしょうか。10分ちょっとみたいな話はありましたね。1回で撮れるのが今27度ですね。27度で、4K24P で、撮影時間が連続で言うと今6分もうすぐで7分っていう感じですね。はい、やっぱり10分ぐらいで落ちるのかもしれないですね。温度計のアイコンが出てから、あれ最初からずっと出てたのかな、出てて、それから徐々にこうレベルが上がっていく感じみたいですね。でレベルが上がりきったら停止するっていう感じかな。今温度計のレベルが2になってますね。 GoPro も結構長回しは難しいので、どっかで落ちるかもしれませんね。どっちが先に落ちるか分かんないですけど、同じようには撮影はしてます。ちょっとさっき撮りの撮影をスタートするのを失敗して、若干 V 点の方だけ撮影時間が長くなってますけど、今温度計のレベルは4になってますね。どこで落ちるんでしたっけ。なんか誰かがなんかの誰かの動画で見ましたけど、これ一番上の一番上で10まであるのかな、で10まで行かないっていう話がありましたね。10まで行かずに落ちるっていう話がありましたね。さあ今温度計のレベルは4つかな、4つですね。15分、もうすぐ16分っていう感じですけども、温度計のレベルは今4になってます。あれ18分超えましたね。なんか18分ぐらいで落ちるんじゃないかっていうふうに思ってたんですけど、どうなんでしょうね。結構取れますね。僕の計算だと55分っていうのはバッテリーの、そうそう、 4K30P だと55分っていう感じだったので、フレームレートあたりの計算で単純にこう計算すると、 4K24P だとバッテリーのレベルが1個減りましたね。これで半分ぐらいなんでしょうかね。温度が下がっちゃいました。あれ風が吹いてると下がるんですかね。バッテリー容量だけで言うと、1時間18分、4K24P だと1時間18分ぐらいの、取れる計算には、なってるはずです。計算間違いしてなかったら。あれ、ちょっと温度下がっちゃいましたね。多分熱停止はテストできなさそうですね。さあ22分、もうすぐ30秒という感じです。温度計のレベルが3に下がっちゃったので、なんとなく今日は今日陰を歩いているので余計かもしれませんけど、熱停止のテストはできなさそうかな。さてちょっと全く熱で落ちそうにはないので、それはちょっと諦めて一旦止めます。停止してから1分ぐらいですぐに温度下がって
温度計のマークも消えましたね。カメラ直接触っても熱いって感じるような感じではなかったですね。さっき触ってみたら。手ブレ補正をヒリ、弱い方ですね、に切り替えて自撮りにしています。今さっき GoPro の、バッテリーを見たら 42% っていう風になってたので、なんとなく感覚ですけども GoPro と同じぐらいな感じがしますね。雰囲気的には目安ですけどね。今、バッテリーレベル、残量が V10 の方、これパーセントとかで残量表示できるんでしたっけ。今、半分ぐらい、1個目の、メーターレベルのところが表示が大きいので、それが1個消えた状態で、多分それで半分ぐらいなんじゃないかなというふうに思います。マニュアルにはこの状態でもまだまだ撮れますというような曖昧な表現しか確かなく、してなかったと思います。はい、でもすぐに温度計のこうマークは出ましたね。出て今2になりました。やっぱり撮影していると当然温度が上がりやすいんですけども、消すとすぐに温度は下がるみたいな感じですね。今 GoPro の方がバッテリー残量 38% っていう風になってます。なんとなくの感覚ですけど、本当に同じような感じかもしれないですね。そうですね、やっぱり止めて1分くらいで温度計のレベルが 3,4 とかぐらいだったら、温度計のマークが消えるぐらいまで内部の温度は下がるみたいですね。はい、じゃあちょっと、軽くテストできた感じ、テストというかテスト用の素材は取れた気がしますので、今、温度計のレベルが1になりましたね。はい、ちょっとこれで一旦終わって、行けたらもうちょっと暗くなってから、強敵の方とか、ね、前にちょっと音困ったところなんですけど、そっちの方にこう行って、撮影してみたいと思います。はい、時間が経ってちょっと場所も、変わりまして、今京都駅の、八丈口の方にいます。声と前に、Vlog やってみたっていうところで、僕の声と GoPro の、内蔵マイクの、相性が悪いっていうふうに言っていた場所ですねと、ほぼ同じ場所にいます。はい、で撮り方もほぼ同じで、口元からカメラまでがだいたい15センチ、10センチか15センチぐらいのところに構えて、撮影をしながら、今喋っています。一応胸元にもマイクをつけているので、それとも比較をしてみたいなと思ってるんですけども、それぞれの、内蔵マイクと、それから、小さなレコーダーにも録音はしています。山口智之です。マイクの音声どういうふうな感じで取れてるでしょうか。結構環境音大きいと思います。騒音は結構ありますね。後ろの方にも車の音は聞こえますし、どんな感じでしょうか。電車は今は来てませんね。ちょっとわかんないですね。どうでしょうか。山口智之です。マイクの音声どういうふうな感じで取れてるでしょうか。結構環境音大きいと思います。騒音は結構ありますね。後ろの方にも車の音は聞こえますし、どんな感じでしょうか。電車は今は来てませんね。ちょっとわかんないですね。どうでしょうか。山口智之です。マイクの音声どういうふうな感じで取れてるでしょうか。結構環境音大きいと思います。
騒音は結構ありますね。後ろの方にも車の音は聞こえますし、どんな感じでしょうか。電車は今は来てませんね。ちょっとわかんないですね。どうでしょうか。山口智之です。マイクの音声どういうふうな感じで撮れてるでしょうか。結構環境音大きいと思います。騒音は結構ありますね。後ろの方にも車の音は聞こえますし、どんな感じでしょうか。電車は今は来てませんね。ちょっとわかんないですね。どうでしょうか。でも周辺の音的にはこっちの方が大きいと思いますけども、これどんな感じで撮れてるでしょうか。結構やかましいですね。ここカメラの位置はまた口元から10センチぐらいのところで構えています。声の取れ方いかがでしょうか。でも周辺の音的にはこっちの方が大きいと思いますけども、声どんな感じで撮れてるでしょうか。結構やかましいですね。ここカメラの位置はまた口元から10センチぐらいのところで構えています。声の取れ方いかがでしょうか。でも周辺の音的にはこっちの方が大きいと思いますけども、声どんな感じで取れてるでしょうか。結構やかましいですね。ここカメラの位置はまた口元から10センチぐらいのところで構えています。声の取れ方いかがでしょうか。でも周辺の音的にはこっちの方が大きいと思いますけども、声どんな感じで取れてるでしょうか。結構やかましいですね。ここカメラの位置はまた口元から10センチぐらいのところで構えています。声の取れ方いかがでしょうか。駅舎の中に入ってきました。声の取れ方どうでしょうか。いかがでしょうか。環境も結構取れてると思うんですけどね。カメラはまた口元から15センチぐらいのところに構えております。駅舎の中に入ってきました。声の取れ方どうでしょうか。いかがでしょうか。環境も結構取れてると思うんですけどね。カメラはまた口元から15センチぐらいのところに構えております。はい、駅舎の中に入ってきました。声の取れ方どうでしょうか。いかがでしょうか。環境も結構取れてると思うんですけどね。カメラはまた口元から15センチぐらいのところに構えております。はい、駅舎の中に入ってきました。声の取れ方どうでしょうか。いかがでしょうか。環境も結構取れてると思うんですけどね。カメラはまた口元から15センチぐらいのところに構えております。はい、あえてにじみそうなところへ来てみました。ちょっと歩いてみます。でもまだ自動です。声の入り方とかどうでしょうね。変わっていますか。変わってますでしょうか。手ブレ補正に合わせてシャッター速度も調整してくれる自動とかだったらいいんですけどね。どうなんでしょうか、この自動は。さっきまでは手ブレ補正ジャックで撮ってましたけども、強に変えました。
もう多分ねさっき1回、電源入れ直したんですけど、1回バッテリーのマークが点滅始めましたね。なんかバッテリー急に減る感じかもしれないです。最後半分ぐらいからちょっと注意が必要かもしれないですね。バッテリーの持ちはどうなんでしょうね。GoPro とそんなに変わらなさそうな気はしますけども、最後がどうなんでしょう。あと夜の手ぶれ補正がどんな感じで映ってるでしょうね。にじみが出てるんでしょうか。結構バッテリーのランプというか表示は点滅をしていて、あと1個っていう感じですね。GoPro の方も 8% っていう感じですね、今。で、VT の方が結構ランプ、バッテリーの表示がずっと点滅しっぱなしっていう感じです。で、バッテリーのこう残り残量の表示は1で、点滅してるっていう感じですね。ここも結構やかましいですね。声の取れ方どうなんでしょうか。綺麗に聞こえてたらいいんですけどね。これは後で、ここの音は結構後で見て楽しみかもしれませんね。ここで最後まで撮ろうかなと思ったんですけど、結構点滅してから長いのかな。点滅してから長いかもしれないですね。どうでしょうか。手ぶれ補正のにじみですね。せっかくだからちょっと一周していきましょうか。ここGoPro の方も結構あと 6% とか 6% ぐらいですね。あと 6% っていう感じですね。だいたい同じぐらいな感じがしてきました。やっぱり
どうなんでしょう、手繰り補正のにじみ出てるのでしょうか。でここからなんかでもまだ切れる気配が切れる気配ってなんだっていう話かもしれませんけど、あれ点滅が始まってからがもう結構経ちますね。じゃあちょっと一旦ここで切ってみますね。もう多分終わると思います。GoPro の方もあと 3% ってなってます。ここまでは多分普通の場合でも撮りませんもんね。はい、じゃあこの辺で終わろうと思います。はい、ということで最後を軽くまとめておこうと思います。テストとしてはとりあえずあんまりこう細かく内容を設定せずに気になる部分をざっくりという感じでした。でその気になるポイントというのは、手ブレ補正の管理、それから音声の入り具合、あとバッテリーの減り具合ですね、バッテリー持ちとかですね、とか夜とかの暗いシーンでの感じ、これに関してはノイズとかにじみとかちょっと複合的になると思いますけども、そういうところですね。それから途中でこう気づいて熱停止のこともちょっと喋っていましたけども、そのあたりになると思います。で一応比較のために GoPro でも一緒に撮影をしていましたけども、 GoPro の方の設定については最初の方にも言っていましたけども、まあ、こんな感じで Vlog の時に比較的よく使っている設定です。はい、一つずついきます。まず手ブレ補正です。発表されてから発売がこう近づくにつれてなんとなく悪い感じの雰囲気が流れていて結構心配していたんですけども、実際使ってみると割と普通だったと思います。悪い雰囲気があってハードルが下がっていたのかもしれませんけども、良くも悪くもない感じだったと思います。GoProと比較すると全然ですので、アクション感ほど全然いけるっていう感じでもないんですけども、使えないっていう感じでもないと思います。まず手ブレ補正入りはなしと比較するとかなり補正されているのがわかると思います。軽くカメラを移動させたりとかいうこともあると思いますし、しっかりとした三脚とかにこう完全に固定する感じはなかったら、手ブレ補正入りはあった方がいいかなというふうに思います。あとゆっくりと静かにこう歩くぐらいならこれでもいいかなというふうな感じがします。次に手ブレ補正強ですけども、補正は当然イリよりは強くなっているんですけども、結構クロップされますので、まあ、そのまま自撮りには使いにくいかなというふうには思います。一人称視点とか主題になるような被写体が近くにない場合は、まあ、これでもありかなというふうに思いますね。でただそれでもこうアクション感ほどは止まりませんので、ある程度は気をつけて動かないといけないなというふうには思います。でそれにこう多分今日の時だったと思うんですけども、解像感がちょっと損なわれている感じの時がありました。日陰とかに入るとシャッタースピードが急に遅くなったりとかして、実はちょっとにじみが出てたのかもしれないなというふうに思います。ちょっと背景の方でしたけどね。はい、なのでどちらを使うにしても動く時っていうのは優しく動かないといけないなというふうには思いました。あとテスト中にも言ってたんですけども、背面のこのボタンに手ブレ補正の切り替えを割り当ててるんですけども、それが録画中にはできないんですよ。これができればいいのになというふうに思いましたね。次に音声の感じですけども、これは想像以上に良かったと思います。先行レビューの方の動画で声がかすかに二重に聞こえるようなことがあったりとかして少し心配していたんですけども、まあ、それも今のところはないですし、環境も取れてるのに自分の声もはっきり聞こえるという感じで、まあ、Vlog カメラとしてはいい感じではないかなというふうに思います。 GoPro と比較をした感じで言うと、GoPro の方は環境音に自分の声が埋もれてしまっているような感じなんですよね。でカメラの脇に設置をしたレコーダーだったりとか、あと胸元につけていたピンマイクですね、まあ、この辺と比較をしても、今回割とこう静かだったりとか、かなりこう環境音が大きいところという感じの、まあ、極端な感じだったからかもしれませんけども、まあ、声の聞きやすさに関してはあんまり違いはなかったように思います。ただその中でも胸元のピンマイクというのは、まあ、カメラとのこう距離を考えなくていいので、まあ、環境音をできるだけこう排除して、まあ、見てる人に何かを説明するような時には、まあ、あった方がいいのかなというふうにも思いますね。で V10 はこう腕を伸ばしたぐらいの距離ではあんまりこう影響ないぐらい綺麗に撮れて
ていて、まあ、環境音との音量差っていうのがあるのかっていうふうに言われるとそうでもないんですけども、あの声は聞き取りやすくていい感じだというのが印象ですね。ただあのこれは撮影者側の主観になりますので、あの見てる人には環境音がもう少し邪魔に感じるかもしれませんし、まあ、できるだけ口の近くであの話せる方がいいかなというふうには思います。次はバッテリーです。テストの映像は最後の方まだあれからあと3分ぐらい、ダラダラ続く感じでしたので飛べてしまいましたけども、GoPro のバッテリー1本分とほぼ同じでしたね。容量は分かりませんし、消費効率的なことも分かりませんけども、使える時間としては同じような感じだと思います。撮影時間の合計は V10 で58分24秒で、GoPro の方は57分5秒という感じでした。バッテリー持ちはまあこのぐらい持てばいいんじゃないかなという感じですね。ただあのバッテリーを交換するタイプじゃなくて継ぎ足し充電をするしかないので、いろいろ問題はあると思います。あの残量の表示がアバウトすぎるので、まあ、ここはファームウェアアップデートとかであのパーセントの表示とかもうちょっと何かあの目安になるようなものを追加してもらえるといいかなというふうに思います。でパーセント表示でも全て の, あの 1% が全部同じじゃないのはそうだと思いますけども、まあ、あの継ぎ足し充電をするあの目安が今のままだとかなりアバウトですので、まあ、残り1つとかでこうギリギリになってからするのか、まあ、常に 500% 近くにしておくのかみたいな感じになるかなというふうに思うんですよね。で僕は多分あの1個減ったら次の移動とかの時にあの充電をしておく感じになるかなというふうに思いますけども、まあ、もうちょっと何かあの目安があって分かりやすくなればいいなというふうに思いますね。であの録画時間つながりで、まあ、熱停止なんですけども、あの撮影当日はスマホの天気アプリで見る限り27度という環境だったんですけども、録画したり止めたりとかで、まあ、その最後の録画が約6分、あの最初からだと15分から16分ぐらいで温度計マークが表示されました。でちょっと別の方の情報ですけども、あの停止ボタンとかで止めるんじゃなくて、熱停止とかバッテリー切れとかで止まった場合あのプレビューができないかもみたいな、そのクリップがあのプレビューできないかもみたいな話があったので、ちょっとね恐る恐るしてた感じですね。であのさっきのを取り続けて約20分、最初からだと約30分であの温度が少しあの下がっちゃいましたので、まあ、今回のこの設定で少しあの日陰で少し風があったりとかすると、まあ、急激にこう温度が上がるということは少ないのかなというふうにも思いました。まあ、あの連続で20分とかは稀だと思いますので、あの炎天下とかでない限りはまあ注意しながらだと大丈夫かなという感じですね。でちょっとあの話それますけども、あの電源を入れてから録画スタートまでの時間の話なんですけども、あの結構早くていいなというふうに思います。ただあの 4K にした時にメッセージが最初出るんですけども、これがあの最初どう消すのが効率いいのか分からなかったんですけど、あの無視してあの前面のこう録画ボタンを押すと録画はあの開始されます。まあ、次からは表示しないみたいなあのオプションとかがあればいいんですけどね。で夜になってからの撮影ですけども、 V10 の設定は昼間と同じままなんですけども、 GoPro の方はちょっと設定を変更してシャッター速度を96分の1固定にしています。であの V10 の映像ですけども、ノイズが少なくてすごく綺麗だと思いました。暗い部分が明るくなるという感じではなくて、暗い部分はそれなりなんですけども、あのノイズが乗ってこないので見ていて荒さを感じないと思います。であの暗いシーンの手ぶれに関しては甘めに見てもやや罰寄りの三角といった感じかなというふうなところですね。あの自動だとやっぱりシャッタースピードがポイントっぽいですね。あの手ブレ補正入りだと単純にブレて、あの強にするとそのブレがにじみになるという感じだと思います。でもあの何も考えずに撮る場合っていうのは手ブレ補正強でゆっくり動くというのがいいんじゃないかなというふうに思います。でここはもうちょっといい設定を見つけて、あの昼間はオート動画、夜はマニュアル露出動画にしていこうかなというふうに考えています。はい、という感じで、とりあえずパワーショット V10 を軽くテストしてみましたけども、まあ、気になってたポイントに関しては今話した通りなんですが、あの映像を見た最初の感想は色が綺麗だなというふうな感じでした。まあ、GoPro もそれだけ見てるとそんなにこう気になることもなかったんですけども、あの草木の緑とか空の青とか肌の色というのが一緒にこう収まった時のバランスは、V10 の方がいいように思いました。GoPro の方は少しあの緑によっている感じで草木の発色はすごく鮮やかなんですけども、まあ、空とか肌の色がちょっと黄色っぽいというような感じがあると思います。あと AF なんですけども、やっぱりコントラスト AFだけなので少しスピードが気になる時もあるんですけども、まあ、スピードというよりはあのピントが外れた時にあの明るさが足りなかったりすると少しあのもたつくような感じが気になりました。通常使う時はモニターをタップとかしてあの AF をフォローしてあげるというのがいいのかなというふうに思います。あと今回のテストとはあまり関係ないんですけども、あのスタンドが地味にいい感じがしています。あの撮影にはいいかっていうのはちょっとまだわからないんですけども、あのこういう形状ですので、あのちょっと置いておくのにスタンドがないと寝かしてこう
ことになるんですけども、あのスタンドがあるとこう立てて置いておけますので、あのモニターとかレンズにこう傷がつく心配を少ししなくてよくなるのはいいかなというふうに思います。 GoPro と比較するような感じだったんですけども、色と暗いシーンと音声ではパワーショット V10 の方がいいなというふうに思いましたし、まあ、手ブレ補正ではやっぱり GoPro の方が強いなという感じですね。はい、で、あの画角も GoPro の方が広いんだろうなというふうに最初思ってたんですけども、手ブレ補正入りぐらいまでは GoPro のリニアプラス水平時とそんなに差はないように思いますし、手ブレ補正強度の使い分けを考えれば狭さは感じないかなというふうにも思います。でサイズも発表の時はもうちょっと差があるように思ってたんですけども、実際はそんなに差がないんですよね。ショーティーをつけた、GoPro と比較をすると、自撮りの時はこういう感じですね。それから一人称視点前面を向けて撮ってる時っていうのはこういう感じになりますので、そんなにこう差があるようにはないんですよ。なのでサイズ差によるいろんなことっていうのはひとまず考えなくていいかなというふうに思いました。という感じで、特には夜とか暗いシーンの手ブレをどうするかというのが、まあ、プレビューをした時の気持ちよさに影響しそうな感じがしましたので、まあ、今後はその辺をもうちょっと詰めていこうかなというふうに思っています。まあ、軽く使ってみた感じでは5万円台半ばぐらいで手に入るカメラとしてはすごくコスパがいいんじゃないかなというところですね。ということで今回はパワーショット V10 が届きましたので、気になるところを軽くテストしてみたという内容でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。